ヘルシンキバンター空港到着しました。ヘルシンキ最高気温11度って聞いてて、まあ、外は寒いって聞いてたんですけれども、空港の中はだいぶ暖房が効いてるのかあったかいです。ただいま我々入国審査待ちなんですけれども、もうかれこれ30分以上並んでますね。あちらにも3つレーンがあるのですが、そちらもかなり時間かかってるみたいです。で、まあ一つおすすめしたいのが、とにかくもうサキサキと前に進み、お手洗いは事前に済ませて、もう空港に着いたらすぐに入国審査の方に、駆け足で行ってください。ではい、本日の我々の宿ホテルに到着しました。本日はですね、フィンランド国際空港のすぐ隣にありますヒルトンヘルシンキエアポート前ホテル409号室に来ました。まあ普通のヒルトンのお部屋って感じですね。特に僕はSPG の会員とかではまだないので、普通のランクで朝食もありません。ちょっとバスルームも見てみましょうかね。バスルームは、なんか広いですね。バスタブ付き、珍しいですね。北欧はバスタブついてたりするんですね。もしくはヒルトンだからかもしれませんけれども、バスタブがあって、ですぐ隣にシャワールームがある感じですね。でお手洗いはこんな感じ。お手洗いにホースついてますね。これはいやでも普通に流せるので、このホースはウォシュレットなんですかね。ウォシュレットっぽいですね。こういうタイプのトイレが今ヨーロッパではあるんですね。アメニティも、特にブランドはよくわかんないですけれども、まあ、バーベナ、ラベンダーの香りって感じですね。タオルも普通に綺麗であります。ロビーがねものすごく綺麗だったので、後でレビューしたいと思います。本日宿泊しているヒルトンホテルのロビーです。さすが北欧ですね。白樺の木が柱っていうか飾りになってますね。でこちらがロビーとレセプション受付ですね。ここで真ん中のリンダという女性の方にチェックインしてもらったんですけど、すごい気さくで可愛らしい女性の方でした。で明日はイベリア航空という、まあ、レガシーの共同運営ですかね、運航しているビューリングエアラインという LCC 乗りますので、そちらもレビューしていきます。ではヘルシンキの街の方へ地下鉄乗って行きたいと思います。ただいま私はフィンランド国際空港から、ヘルシンキですね、ヘルシンキ国際空港から地下鉄に向かってます。この下りのエスカレーターたんですけど、実はこれがすごい長いエスカレーターで、だいたい2分ぐらい乗ってましたね。これが有名な超長いエスカレーターですね。ヘルシンキはですね、環状線になってまして、まあ、山手線であったり大阪環状線であったりでいうと伝わると思うんですけども、もう P ラインと I ラインというのがありまして、その P でも I でもどっちに乗っても、だいたいヘルシンキはここから電車で18分から22分の間というふうに聞きました。で電車自体ももう10分に1本走ってるので、まあ、何に乗ってもよくて、で終電がもう12時過ぎてもあるので、いつでもホテルの方に帰ってこれるそうです。駅のホームで切符を買い、そのまま乗るっていう形らしいんですけれども、一体どういうシステムなのか今から行ってみます。さあ今ヘルシンキ行きの電車が来ました。どうやらヘルシンキが終点みたいですね、どちらに乗っても。で今切符買いました。あかっこいいですね、地下鉄。こういう形してるんですね。自転車マークがついてますよ。自転車ラックがあるってことでしょうか。電車の中だいたいこんな感じです。じゃあ今回我々はちょっとここに座ろうかなと思うんですけれども、時間に28分でしたね。片道28分ぐらいでした。なのでちょっと景色も楽しみたいと思います。さあ外に出ました。すっごいのどかで綺麗な街ですね。
ちなみに今ですね、時刻は夕方の5時15分なんですけども、太陽がめちゃくちゃ高いんですよね。これ多分相当長い間太陽が出てるんじゃないでしょうか。もうなんかお昼、普通になんかお昼1時ぐらいみたいな明るさで、気温が11度って聞いてたんですけど、意外と暖かくて、ただいまヘルシンキステーション、ヘルシンキ駅に到着しました。いや、すごい立派な駅ですね。もうおそらく何十万人っていうお客さんが1日に利用するんじゃないかなっていうぐらいお客さんすごいです、平日にもかかわらず。そしてやっぱ北欧すごいなと思うのが、もう本当に皆さん綺麗ですね。もう美男美女の集まる国、アジア人あんまいないですね。さて、ヘルシンキ到着したので、ここからちょっとヘルシンキ大聖堂というところ行ってみたいと思います。ヘルシンキ駅前に到着しました。駅前広場、いやーすごいですね。なんか思ったよりも都会ですごい綺麗です。ここには先にはホリデーインがありますね。さあ、この駅がでかすぎて、本当にあの京都駅、まあ、ちょっと関西に住む人だったら分かると思うんですけど、京都駅並みに広くて、どこ行ったらいいか全然分かんなくなる、迷子になっちまうぐらい広い駅ですね。立派で、いやーいい街です。そしていい気候です。全然ね、寒くないですね。普通にカモメがいるんですね。ハトとかじゃなくてカモメが飛んでます。まあ、結構ね、海が近いので海沿いまでちょっと後で歩けたらなと思いますが、港の方まで歩いてきました。奥の方には観覧車と、結構なんかクルーズの船多いですね。目の前に見えるクルーズがイブニングクルーズ、まあ、夕方のクルーズ、2時間半で20ユーロなので、だいたい2500円ぐらいでちょっとした2時間半のクルーズが楽しめるっていうことなので、結構安いですね。で、上、その上にはランチバフェ15ユーロって書いてますね。こちらは、赤い船がサイトシーイング観光って書いてます。こちらが港から公園の方に向かった景色です。噴水とかあって、いやすごいおしゃれですね。この今公園沿い歩いてきたんですけれども、公園沿いにね、おしゃれなカフェがたくさんありまして、いやこんなところでね、優雅に金髪の美男美女がコーヒーお茶してる姿見るとね、いやーやっぱすごい国だなと思いますね。美しい。いやフィンランドいいですね。ちょっと我々残念ながら明日のお昼にスペインに向かってフライトを立つので、残念ながら滞在時間短いんですけれども、フィンランドは本当にそれこそ3日間ぐらい旅行できても十分楽しめると思います。まあ、ちょっと英語が通じにくいかなとは思うんですけれども、観光地は大体の人英語できるので、まあ、レストランとかホテルとかは、まあ、その辺は大丈夫だと思いますので、フィンランドぜひ一度ね、皆さん来てみてください。今ヘルシンキにあります大聖堂カテドラルのと広場の前にやってきました。ネットで読んだ情報によりますと、このヘルシンキの若い子たちがこの大聖堂前の階段広場で、まあ、お茶をしたり喋、ったりで、まあ、夕方になると、まあ、デートしたりっていうのがこの辺のスポットらしいです。いやーこんなところでね、毎日デートするとかね、最高じゃないですか。まあ、今日特別ね、晴れてるのですごく気候もいいですし、いやー立派な大聖堂、中には多分入れないと思うんですけれども、もうこの立派な外観、いやーすごいです。感動しました。こちらが先ほどの大聖堂上から見た景色です。いやこれは分かりますね、皆さんがここでゆっくりしたい気持ち、